く炒める。玉ねぎとひき肉をよく炒めます。そして塩コショウで味をつけます。熱い。じゃがいもをマッシュして先ほどの炒めたひき肉と混ぜ合わせます。この時あまりじゃがいもを潰さない、少し塊が残る程度がいいと思います。じゃあ混ぜていきます。見た目はちょっと形はあれですけど味は保証します。それでは揚げます。熱い。だんだんいい色上がってきて、もうそろそろかな。おいしそう。食べて。うまっ。おいしい？おいしい。